学校院跡太宰府学校院跡は、福岡県太宰府市大浅館オ音寺に所在する、太宰府の管理養成機関に関する遺跡である。1970年に、国の史跡に指定されている。太宰府学校院は、中央の大学、天役の、両両、地方の国学に相当するものである。その成立時期は明らかではないが、律令制度の整備が進むにつれて、 学校に相当する機関が設立されたと考えられている。天皇元年3月の大城官府に、不学校に六国の学生、異性、三世は204人ありとも言えるのが文献上の所見資料である。1969年から太財府史跡調査の一環として発掘調査が行われた。学校院の中央部から掘立柱建物4件が検出された。 そのうち2件は2件3件の総柱で、倉庫風の建物、他の2件のうち1件は島七間の南北に日差しを持つ建物と推定されており、中心的建物と考えられている。この建物の時期は平安時代前半と推測されている。学校院の東辺部からは、掘ったて柱建物7件、南北高、築地上以降などが検出されている。 建物は3回建て替えられ、奈良時代の後半頃の建物が一番古い。南北港は平安時代から室町時代にかけて存続しており、築地上以降も平安時代前半頃の築造と考えられており、学校院の東を区切るものであったと推測されている。学校院の全体の発掘調査は今後の課題である。ありがとうございます。